喋る印象のない選手が多いかも。本当にガチで怒られた選手。いやコスパ悪いよね。そうFC に行くおしゃべりイレブンの紹介です。選んだ選手を教えてもらってからの前にいっぱいいますよ。はいはい、難波博明さん、難波さん、はい、はい、野田恭平さん、うん、田中修斗さん、ほ大本勇樹さん、風間光也さん、山岸優也さん、菅和則さん、三輪敦さん、田中パウロ純一さん、武田忠さん、李範治さん、渡辺正樹さんで、サブのメンバー、染谷和樹さん、はい、中島光平さん、梅田直也さん、宮沢雅文さん、野外と俊さん、阿部正則さん、小野優斗さん、原田裕介さんです。あ、全然もう一人、あ、どうぞどうぞ、庄司義弘さん、あ、庄司選手、あ、まだいた、まだいた、出てきた、橋本スルル、あ、橋本さんなるほど、意外なんだ。いや、あのね、喋る印象のない選手が多いかも。本当に、別枠でアントス、アレサンドロ、なんだろう別枠って、別枠って何だろう、全然タイプじゃない、なんですか、オーマイジ的な、なんのちょっとキャラ立ちっていうか、あの自分の歌った曲をリクエストしたっていう、どういうことですか、なんか歌がされてるの、あ、自分の出した歌をリクエストした番組でリクエストした、あー確かに別枠ですね歌手としてなのかしら、サントスさん、そうなんだ、そう、以上です。なるほど、納得したのは、うん、まあ、難波さん、野田さん、うん、菅さん、うん、パウロさん、はい、武田さん、うん、李範治さんはね、はい、思ったんですよ、うん、渡辺正樹選手が入るんですね渡辺正樹さんはもう難波さんと組ませたら最強ですよ、神回でしたからね。へえ、いや、もう渡辺さんってもうどっちかというとファイターで、ちょっとなんか怖い印象、いやいや面白い選手ですね。へえ、ずっと岐阜にいてほしかったですね、ラジオ的に。でサブメンバーも、うん、はい、特徴的、ソンメイヤ選手、うん、タレコミっていうコーナーが ありましたね、うんうんうん、本当に使えないネタを毎回やってあの確かに面白い、はい、選手のタレコミだから、知られざる選手の素顔だから、そうですね、でも絶対放送で使えないけどやる気を持って望んでくれる、望んでくれる人、やる気いけすぎちゃって、うん、なんか探偵みたいになっちゃって、うん、大変な人ですね。いやいや、それぐらいなんか本当にありがたかったですね、大好きな選手ですね。あ、ちょっとこれ面白いこと書いてある、一ついいですか、うん、田中パウロ純一のところに 赤ペンで書いてある、どういうことですか。あ、田中パウロ純一選手は唯一ディレクターにガチで怒られた選手何やったんですか、規制を発したりうるさかったりして規制なんかもうみたいな感じで、多分それが多分いいと思って、面白いと思って、はいはい、まあ、やってくれたんですけど、やっぱりそのディレクター的には放送で使えない、そこまではっちゃけると、はい、っていうので、あの静かにしてくれませんかただの注意です静かにしてくれませんかそれはもうちょっとうるさいんでとか言って、もうちょっとって言ったらシュンとなっちゃって、なるでしょうね、そこからすごくお通夜のようなトークになっちゃって申し訳なかったなっていういや、でもなんかパウロ選手それ浮かびますね、うん、でも真面目だから、もともと真面目な選手で、そうそう、あえてやってますからね、あれね、部分もあるので、うん、あのその良かれと思ってやってくれた盛り上げが怒られることになって、うん、そう、でもこの選手はすごいのは、本当にチームを離れても、あの残っている仲のいい選手に向けて自分でラジオネームを考えて、うん、あの投稿してくれるんです。え、そう、紛れてるんですか、田中パウロとは書かずに、はい、あの自分のオリジナルのラジオネームで、このことについてどう思いますかって、いつも応援していますとかって書いて送ってくれて、はい、で、なんでこの情報知っとんやみたいな話で盛り上がって、いや、おかしいな、おかしいなって選手が言い始めて、うんうんうん、まあ、ディレクターのこうアドレスとか見ると、あ、これパウロやみたいな感じになるという、本当に伏せて
自分の名前を伏せて投稿してくれたりして盛り上げてくれるっていう部分を。すごいですね。そんなことしてるんだ。そう。丸松。ちょっとゴもう例えばゴールキーパーは。ゴールキーパーは決まりないですよ。京平さん。はい。これ京平さんの理由はちょっと簡単に言うと。楽しいネタを持ってきて、うん、ラジオをめちゃくちゃ盛り上げてくれた人。ね、1回目の、ね、ゲストさんでしたよね。1回目のゲストで、はい、でこれがやっぱ楽しかったから。やっぱり FM としても、うん、あこれはいけると自信持って届けて受けた番組になったので、うん、やっぱり京平さんの功績はすごく大きいですね。なんか私がダジャレを言うとかぶせるようにうまいって言って私のダジャレが消えちゃうっていうね。せっかくの本心のダジャレなんだけどうまいって言われるっていうもうちょっと遅いんだからちょっと待ってくれと。もうなんか畳み込むようになんかありましたよね。京平さんの、うん、あの選手メーカーのところに尊敬する人がなんかに、はい、ナイス西村って書いてあったのがありましたよね。そうクレームなんですけどナイス西村その当時のそれを書いてくれてめちゃくちゃ感動して武田さんは絶対見たいです、ね、そうですね武田さんもずっとじゃあ武田さんをじゃあ、センターバックに入れましょうか。武田さんセンターバック分かってるところから決めてった方がいいのか。あそうかそうか難波弘明さんは、まあ、頭に入れましょうかトップに。はいでやっぱりどしかられた田中パウロ純一は左に入れておきますか。はい、左サイドに入れておきましょうか。でさっきの話難波さんと渡辺さんが、コンビだったらもう武田さんの横にはもう渡辺さんを置くしかないですね。大本選手は私一番大本さんの時に嫉妬のっていうか、はい、あ今日は楽できるなと思う。なんでですか。それは喋りがたける。たける。関西人でもう喋り方がなんかもう聞いてるとお笑い芸人が喋ってるみたいな感じに聞こえる。へえ。無駄がないし先輩にも的確に突っ込むし。あそういう感じなんだ。そう突っ込みどっちかって言うと突っ込み役。あじゃあもう話を広げてくれるわけですね。そう、うん、なるほど、うん、じゃあ後ろからもうパス回してもらいましょう大本選手。はい。おまあ功績考えると僕は菅さんかな。菅さんだってこの後に本当に DJ になってますからね。そう、栃木 SC にね、そうじゃ行ってから DJ 館になりました。であ、じゃあ田中修斗さんもはい最後できるかな。できます、うん、薬屋さんのポイント貯めてるっていう話の、うん、そうそう、うん、面白かったですね、はい、後に聞いたら何の話ですかって言われたんですよね。うん、忘れてたんだ。僕意外だったのこの長嶋晃平選手とかはい、これはもうサブでサブで絶対的にサブ絶対圧倒的サブ圧倒的サブ、はあはあ、圧倒的サブ。なんか自分が絶対ゴール決めるんだって気持ちが強い選手、はいはい、でいつもゴールを決めるのは俺だって言ってきました。飛び道具がそうそうそうジョーカーとして、じゃあ喋りのジョーカーとして盛り上がってない時に入れればいいですからね。あとでだけどその回では規制を発する田中パウロ純一がいるんですよね。もうそのままにかお開きでしょ。そうですね、冒頭お開きですね、それね。冒頭お開き。リハンデさんはこれなんでなんですか。いやもう暑くて暑かったですね。いい話をする選手で、スタートラインっていう ありますね、曲リクエストをしてくださって思ってる、それそれがやっぱりリハンデさんのトークとすごくリンクして忘れられないリクエスト曲になったっていう。本当にいい回にしたいときはリハンデさんみたいな感じで、この飲み会にリハンデさんが入ったらそうなんですよね。だからそパウロは怒られて瞬間にちょっと黙ってる見た目要因で楽しければもっといいっていうね、いう意味も込めて僕は山岸選手とか、僕なんか静かで真面目な人っていう印象ですけど、いやいやもう風間選手と山岸選手が来たらマシンガントークですよ。いや本当にもう3万本ぐらいもう一気に取れるんじゃないかっていうぐらい話が止まらなくて。それ何の話するんですか。もう何でもです。本当にサッカーの話も熱い話もするし、はい、普段もすごい仲良しだから、うんうん、その2人のこうプライベートトークも止まらないし、とにかく達者で。ああそうなんですか。2人とも。じゃあこれコンビでね。コンビでどうしても。わかりました。はい。風間選手って、はい、やっぱりこう言うてみればサッカー界のサラブレッドじゃないですか。うんうん、そうですね。やっぱそんな感じはしますね。本当になんかのタイミングで
私司会をやってて、はい、選手も集まる会で、その時に唯一私のところまで来て、いつもお世話になっております、本日もよろしくお願いしますって、わざわざ頭を下げに来るっていう、まあ、本当に素晴らしい選手ですよ。そうですね、うん、日本人初ゴール、 J リーグ初ゴールのパパがいる息子さんですから、うん、風間彌弘さんの息子、ね、小屋さん育ちがいいんだなっていう、いや、なんかわかりますよね。わかります、うん、喜びすぎてうわーってこうやってなったと思ったら腕が抜けたっていう事件が岐阜にあったんですよ。だからそういう意外性っていうか、そう、抜けてるところが可愛らしさというかなんかあるんですよね。本当に、うん、大好きでね、チョコレート大好き。そうなの、山岸選手のお部屋に行って、はい、一つずつチョコレートを食べていたす可愛いな。ミオさんはやっぱり熱いってことですか。ミオさんはでこそ何でも答えてくれるから、もう2人で来るんじゃなくて、もう身元を1人でっていうふうに決めてて、地域に J クラブがあるっていうのは当たり前じゃないとかっていう名言とかも、ああいうこととかもどんどん飛び出してくるっていう、本当に取れ高の高い選手。なるほど、ワードセンスもあるわけですね。そう、まあ、南波さんはちょっと3時間取って、まあ、30分ですけど、多分もうおさわりだな。あの人、まあ、戦車みたいな人ですからね、燃費悪すぎですから、名越はそれでいいんです。いいんです、いいんです、うん、本当に。ノガイトさん。ノガイトさんは、美里かわいい選手、ある時、なんかどういう女性が好みですかって言ったら、はい、赤縁メガネって言ったんですよ。ああ、はい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 。スタジアムに赤縁メガネの女子が増えたっていう、本当に大人気の選手だったから。今ビアティも赤縁メガネが多いんですよね。多いでしょうね、多分17番の、はいはいはい、女子サポーターが赤縁メガネで、うん、ノガイト選手を応援するみたいな、ちょっとしたブームだった。確かにそうですね、ノガイト選手ってこうアイドル選手的な、まあ、見た目もそうですし、見た目も爽やかだし、うん、これでも今のところサラブレッドいて山岸さんとかもなんかいい男で、だけどパウロ君が規制派して南波さんが取れたか悪くて、で誰がまとめんだよ。そう、まとめ役も必要なんだと思ったの今。まとめ役か、庄司義弘選手。あ、庄司さんってどんなの。庄司さんはたった1回しか出たことないけど、はいはい、私は神回だと思ってて、はい、もうどんなイメージがある庄司選手。いや、こうおっかない感はあるかなっていう感じがするんですよ。オーラもあるし、まあ、かっこいいのもあるけど、やっぱおっかない感がすごい、やっぱりできる選手だから余計に、はい、ありますよね。っていうので私もすごいドキドキしてて、ボイスギフトのコーナーっていうのがあって、はい、あの聞いてる人に選手の声を届けるコーナー、うん、で、あの、あるサポーターが、今私はパジャマを着て家にいます、なかなかスタジアムに行きたいけど寒いので行けないんですけど、どうしたらいいでしょうか、庄司選手の言葉で何かくださいみたいな、そんな無茶ぶりがあって、はい、そしたらなんかボイスギフトのコーナー特例みたいな、まず、え？と思って思いますね、あの感じでそれ言う、あの感じで得意だよって、はい、じゃあよろしくお願いしますって言ったら、まあ何ダメダメしてんのよ、早くスタジアム行きなさいよっておねえになった。できるんだそういうこと。できるのよ、これが得意で。得意って何ですか。分かんないけどすごい衝撃の回だったから、ギャップが一番あった選手、もう本当に丸松どう思います。僕ね、さっきの千穂さんの話を聞いていると、ミオ、うん、さん、染谷さん、ああ、なるほどね、でまとまるかなと思うんですよね。確かにミオさんだったらなんかこう、うん、野田さんと共にちょっと静かに見守りつつ、で染谷選手だとちょっとかき回してくれるっていう感じは、ね、そうするとパウロ君右になるんですけど、おお、でも面白いな。あー、どうしよう。思ってご飯の。そうしましょうか。じゃあ、あの前半攻めるとしたら、はい、染谷さんに行って、染谷選手がやっぱり前半で、はい、左サイド染谷選手にして、あ、はい、パウロ選手左切ったけど、あなたは右やってくださいという無茶ぶりで。じゃあこっちがパウロ選手ですね、はい、はい、で、サブメンバーとして、サブメンバーとしてミオさん、ハンジェさんと、
中島康平さん。あ、そう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 。中島康平さんはあの終了間際。終了間際、終了間際。彼は終了間際ですね。アディショナルタイム。アディショナルタイム。なら俺だ俺だってやらして相手をポカンとさせるっていう時間を使うってことですね。そうそう。あ、おねえ庄司さんを、おねえ庄司さん、おねえを見せていただきましょう。はい。で、あと3人か。うん。あ、そう。で、ここに書いた。はいはい。山内健人選手と、はい。長島優志選手は、はい。声がいい。あ、でも声、声をいる、いりますよ。いりますよ、ね。いりますよ。ラジオだから、めちゃくちゃ声がいい2人。じゃあ、山内選手、長島優志選手のダブル A 声。で、あと1人ですね。はい、サントス・アルサンドです。あの自分の曲をリクエストしてもらいましょう。で、監督ラモス監督ですね。まとめられないでしょ、だってラモスさんじゃないと。え、そうですね、圧倒的な個性で最後はねじ伏せるっていう、こんな一番強いんだもん。これ濃いよ。むしろこれでサッカーやってほしいもん。これでサッカースタジアムわちゃわちゃするよ絶対。これでサッカーだ。武田さんやりづらい。やりづらい。一応 MC ですからね。選手の千穂さんと一緒にまとめるっていう。そうそう。丸松。では千穂さんが選んでくれたメンバーを僕読ませていただきます。改めてになりますが、はい、西村千穂さんがラジオで、共演して選びました FC 岐阜おしゃべりイレブンの紹介です。ゴールキーパー野田恭平、ディフェンダー田中修斗、武田忠、渡辺正樹、大本裕樹、ミッドフィルダー染谷和樹、菅和典、田中パウロ純一、山岸優也、風間公也、フォワード難波裕章、3メンバーは三尾淳、リハンジェ、中島康平、庄司義弘、山内健人、長島優志、サントス・アレッサンドロ、監督はラモス・ルイ監督です。ありがとうございます。濃厚なチームですね。濃厚だね。だってずっと喋ってるんでしょきっと。そう、試合中とかもさ喋ってる。これはでもこのメンバーはまとまんないですよ。いや、まとまらないですね。あ、じゃあ監督は西村千穂監督です。やった。そうしてくるんじゃないですか。あ、私が監督采配して。あ、そうですね。そうですよ、はい、でこれだとキャプテンは、うん、武田さん、武田選手ですね。やっぱり武田さんキャプテンで、はい、ロッカールーム大変だ、大変だね。ロッカールーム、ルームにセンターマイク置いといて。そうだね。でロッカールームでかかってる曲はサントス・アレサンドロの曲っていう。それ聞きながら中島康平選手が俺だ俺だって、でパウロ君が規制発して、でそれに対してリハンジェさんに怒られてみたいな。でソメヤさんはなんか垂れ込んでみたいなことになるのかしら。でナンバさんのコスパ悪く3時間喋って全然みたいな。こらすごいな、ね、冗談じゃないよって最後怒るわけですね。いいよ、まとめてくれた。いやー、これ千穂さんならではのメンバーですね。あー、そうかな。うん、2022年じゃあもう岐阜でもう1年やりますよっていう選手、そして内緒入ってくる選手にこのメンバー超えてもらいましょう。いやー、本当に超えてもらいたいです。いやー、ほんと番組にインパクト注文、インパクトを与えていただきたい。ロードトゥードリームめちゃめちゃ楽しみですよね。本当にちょっと爪痕を残してそうですね。いや、本当僕も出たいの本当は。うん、南波さんと同級生で出たいの。うん、ただね、選ばれないね。この人たちに勝てるわけないものだってさ。何よこれ。いやいや、面白かったです。ありがとうございます。いえいえ、ね、よかったです。こんななかなかこういう企画、ラジオではできないから。そうですね。そうそうそう。そうかそうか。じゃあ、 千穂さんまたこういった感じのラジオを通した、はい、こういう企画があれば、うん、持ち込んできていただければ、本当にうちとしてはいつでも受け入れ体制バッチリでございますので。いや、楽しいですね。すいません、ありがとうございました。こちらこそ楽しかったでございます。ありがとうございました。